ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあストーリー進めていきますか。はい、アリスサロンのオーナーエドガー、ここではノスタルジックチェリーワンピがもらえると。やったね、勝てたね。アイナ君もアリスもお疲れ様。あ、ここで話の続きがあるんよね。すごい、クレイほどのアリスオーナーにクロージーで勝てるなんてすごい。やっぱり君は素晴らしいアリスオーナーだよ。まさかこの私がクロージーで負けるとは。そのアリスは一体。気に入ったぞ。うん、ますます欲しくなったぞ君のアリスが。もう、だからダメだってば。案ずるな。その服は君にプレゼントしよう。私とのクロージーに勝ったご褒美だ。ありがたく受け取るがいい。ありがとうございます。しかし次は絶対に負けない。君のアリスを必ずもらい受けるぞ。定期的に現れそうな人やねん。さらばだアイナ、そしてアイラのアリス。相変わらず芝居がかってるな。でもなんだか彼と話すと元気になるよね。すごくポジティブだからな。よし、それじゃああと少し歩こうか。もうすぐ目的の場所なんだ。四季も十分ポジティブやと思うけどね。何でも肯定的に受け取り入れるやん。到着。ここなら君が元の世界に帰るための情報が得られるかもしれないよ。うん、さあ入ってみようか。こんにちは。ないらっしゃい。な、四季。なんか勝手にエドガーっていう名前からおじさんを想像しとった。もう何もかもおじさんで想像してしまう私。あれ、ぬいぐるみじゃないの、生きてるの。やエドガー、クロ、久しぶり。アイナくん、彼はエドガー。猫にも話しかけるんやね、優しい。このアリスサロンの店主で僕の友だ。友だじゃない、友だ、友だっていいんかな。シキ、お前今のまで何をしてたんだ。何も言わず、いきなりいなくなっただろう。待って、ちょっとエドが心配しててくれたのはわかるけど痛いよ。ふざけるな。心配している、そうじゃない、これは尋問だ。いえシキ、なぜ今になってのこのことここに戻ってきたんだ。なぜって、そんなの僕だってわからないよ。理由がわからないまま別世界に飛ばされてたんだ。ふざけるな。わけのわからないことを言ってはぐらかすんじゃない。ひとまず落ち着いて話そうよ。まずこの人と話してくれれば君もわかってくれると思うんだ。あの、はじめまして。なんだ、なんだお前は。かわいい。この人はアイナくん。僕を別世界からワンダーランドに戻してくれた恩人なんだ。でも今はアイナくんがワンダーランドに飛ばされてしまった。なんとか帰る方法を探してるんだけど。まだそんなデタラメを続けるつもりか。まあいい。それよりお前、アイナと言ったか。まだありそうなんだって日が浅いだろう。わかるんですか。お前のアリス、しばらく食事をとっていないはずだ。あ、ご飯食べるんやね。そのままではクロージーで力を発揮できなくなってしまう。すごい、さすがエドガー。それもあってここに連れてきたんだ。シキ、お前はとりあえず黙ってろ。後で聞きたいことは山ほどある。はい。アリスって食事するの？まったく。ああ、仕方ない。特別に蜜菓子をやるから食べさせてみろ。花の蜜から作られた蜜菓子と華やかな香りの茶葉は、アリスたちの好物だ。ん？茶葉？花茶？エドガーのとこのは質がいいから、アリスもきっと喜ぶよ。おお。アリスが笑った。すごい。笑ってた今、ちょっとよく見てなかったや。すごく美味しそうに食べてる。なんだかこっちまで幸せな気持ちになっちゃうよ。アリスがこんなに感情を豊かに見せるなんて。ちょっと微笑んでる感じはするね。このアリスは一体。なんで急にフルボイスになったの？こんにちは。親は先客かな？いらっしゃいませ。綺麗に飾ったアリスじゃないか。クロージーの相手を探しているところですね。ぜひお相手をお願いできるかな？何その見知らぬお客さんと戦うの今度は。うん。シンプルにまとまって暮らしのアリスですね。そう、普段シンプルにしておくとクロージーの時に発想が広がるんだよ。いいんじゃないか。ちょうどいい。アリスも腹が満たされたところだし、お前も、俺もお前のアリスがクロージーしているところを見てみたい。せっかくの機会だしお願いします。大丈夫、落ち着いてこれまで通りにやればいいからね。え、声が可愛くない。ではクロージーテーマはこちらへ決めさせてもらう。今回のテーマはシンプルで大人っぽいコーデだ。よし、勝ってエドガーにいいとこ見せつけちゃおう。シンプルで大人っぽい。
参考コーデ以外にもテーマのスタイルに合ういろいろな衣装で挑戦してみよう。ヒントではテーマと重要なストーリーが表示されるよ。持っている衣装から検索してみよう。シンプルで大人っぽいコーデにはこのアクティブ、クール、これがいいってこと？検索をすると右に検索結果が表示されるんだ。さあ、着せ替えてクロージーをしよう。ニューグリーティングヘア。なんか向こうのアリスと同じような感じにならない？ニューグリーティングヒール。ニューグリーティングワン。かわいいけど。かわいいけど。これはアクティブでクールなのか、私には全くテーマがよくわからない。あ、でも、まあ同じような感じではないのか。OL さんみたいやね、向こう。イェーイ。まあ、ゴージャスさは圧倒的にこっちですよね。多分、チュートリアル中は全て勝てるんやろうな。だって自分で選んでないし。イェーイ。称号、エドガーの飼い猫黒。ん？なぜその称号？私は黒じゃないですが。お、アリスがレベルアップしました。今すぐコインを使ってスキルアップしますか？後からでもアリス詳細ページでスキルアップできます。コインを使ってスキルアップ？いや、別にいいよ。やったね、勝った。一瞬これ撃ちた時に誰って思った。何？え？何？今一緒にいるんじゃないの？もしもし？もしもーし。もしもーし。お。聞こえるかな？聞こえるけど。あ、四季だよ。よかった。何、うん、繋がってるけど。無事にアリスミラーは繋がってるみたいだね。今クロージー見てたよね。ワンダーランドに突然連れてきちゃって。あれかな？本当にごめん。ストーリーとか関係なく、ゲームをしよる間、こうなんか、自由な時間にランダムにかかってくるってことかな。いろいろと戸惑うことも多いと思うんだけど。そういうなんか、何でも僕に頼ってね。リアルな電話みたいな。え？なんだか頼りない？よく言われるんだよね。今まで知り合った人たちは全員連絡先追加されていくんかな。でも僕は必ず君が元の世界に帰れる方法を見つけるよ。だから僕を信じてほしい。まあ、ありがとう。頼りないけど、そう言ってもらえると僕も嬉しいよ。え、頼りないって言ったんだよ、私今。君が目覚めさせたアリス。この子が元の世界に戻る鍵かもしれない。その子でなんかこう、クロージーで勝負して頂点を目指せばいい的な感じかな。だから大切に育ててくれると嬉しいな。もちろん、僕も手伝うよ。そりゃね。これからよろしくね。それじゃ、また。巻き込まれた脇足。アリスはレベルが上がるとスキルを強くできるよ。やってみようか。うん。とりあえずは一緒にやってみんとね。詳細。アリスをタッチして詳細ね。スキルアップでアリスのスキルレベルを上げよう。クロージーの採点でスコアが増加するよ。ちょっとよくわからんけど。スキルアップしますか。はい。それはもう自動的にやってくれるん。なんかこっちが振り分けするとかじゃなく。それならいい感じやね。あ、ちゃんと誕生日が。今日の日付とかになっとんやね。うん。んと？あとは？別に何もないの？オッケー。ガチャのとこになんかマークついとる。え、一回無料ついとるやん。ちょっと待って。これ一回引こう。新作コーデダイヤガチャ。10回再放するとスイートベールの衣装が1個以上当たる。ほら。これ初回1回無料ってことか。なるほどね。そういうのがちゃんとあるんや。めっちゃやりたい、やる。セーラーに裁縫を依頼しますか。はい。かわいいのが来ますように。シープドリームドレス。え、2つ目。2つ目。なんてこったい。なにこれ、ガチャコインもらった。え、ガチャコイン？ガチャコインで引けるガチャもあるってこと？どの辺がそうなん？え、なくね？え？砂、
え？ん？これが一応コインで引くやつっぽいけど、コインの色違くない？これ黄色やし、さっきゲットしたガチャコインは、あれやん。あ、1日1回無料で引けるってことこれ。次回無料まで20時間。毎日無料で引けるんや。え、めっちゃ嬉しいやん、それ。毎日引こう、それ。超嬉しいやつやん。そういうのいいね。よきよき。な、何？アルバム。スチル&ムービー。あ、すごい。こういうの見れるんや。へぇー。これが増えたわけやね。シェア。ツイッターとかにってことかな。はい、ということで、ちょっと待って、着替えさせよう。さっきゲットしたやつ、ノスタルジックチェリーワンピ。これはセットがないんか、別に。でもなんかちょっと違う感じよね。クラシカルジャックバッグ。ん？あ、持ってたの？持ってたのか。あとどれが。でもこういう感じのやつなら、チョーカーはつけてるんだね。もともとのマーガレットヘアの方が絶対似合う、これ。腕飾りはちょっといらんかな。ごちゃごちゃしすぎな感じがする。頭の飾りもいらんような気がするな。よいしょ。あ、かわいい。かわいい。この靴下も別にいらんかな。フレッシュチェックヒール。チェックの方がいい？チェックチェック。チェックチェックどうなんやろ？いや、それはそれでありか。わからん。かわいい。とりあえずかわいい。これにしようっと。はい。あ、いいね、いいね。なんか、夏のお出かけって感じ。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかできるならストーリー上のこの会話シーンとかに出てくるアリスもうちゃんとこうやってコーディネートした格好で出てきてくれたらいいのになってめっちゃ思う。じゃないとこの部屋でしか見れんもんね、この格好。